こんにちは、渡辺夫婦です。このチャンネルでは30歳の結婚6年目夫婦がリスナーの皆さんからいただいたお悩み相談を通して自分らしい幸せについて一緒に考えていきます。はい、2023年一発目のね、新作放送でございます。夫婦対談です。遅くなりましたが、明けましておめでとうございます。遅くなりましたね。まあ2週間ぐらい、2、3週間ぐらい、まあ再放送を、投稿させてもらって、その間は、まあちょっと英気を養いつつ、まあ普通にね、年末年始かなり忙しくて、なかなかね、収録する時間も取れないなということで、まあ初めてかな、この渡辺夫婦の二人ごととしては、お休みみたいなことをするのが初めて、なんですけど、どうでした？リフレッシュできましたね、きっと。できましたね、きっと。はい。何を隠そう、まだこの放送を収録している時点では2022年です。未来の話、未来の話だね。これも取りだめでね、ちょっと収録してます。なんかきっとリフレッシュしたんじゃないでしょうか。きっとできたでしょう、リフレッシュっていうより多分やらなあかんことバーって片付けれたんちゃうかな、まあ、片付けて、ああもう年末年始いろいろね、仕事とか予定とか詰まってたのが終わって、さあやれやれみたいな、さあやれやれな、そうやれやれってなったら、この二人ごとの方もね、いつもこうレターとかお答えしてるんですけど、やっぱりね、考えたりとか、こうレター、今回の放送でどれをねご紹介、どういう順番でしようかなとかね、いろいろこう事前に準備したりとかもあって、まあそういうなんか準備がしっかりできるように、なんかこう気持ちも心もなんていうかな、スケジュールも落ち着いたかなっていうので、まあお休みいただいて、それからね、再開しようかなっていうことで、こんな感じでさせてもらいました。あ、だからね、多分その間にレターもまた新しいものとかねいただいてたと思うんで、結構お待たせさせてしまってると思うんですけども、急いでご紹介したいと思いますので、はい、よろしくお願いします。いただいたレターはできるだけ紹介したいなと思って、頑張ってます。だから、まあ、2023年もよろしくお願いします、よろしくお願いしますというところですね。はい、はい、まあ、リフレッシュできたでしょう。できたでしょう。取りだめですっていう、まあ、もしね、なんか年末年始とか正月とか、なんか面白いトピックスとか出たらね、これから体験して、ね、これから収録していくんで、正月の話が1月末とかに出るかもしれないですけど、そういうタイムラグがあるんで、ご了承ください。はい。というわけで、皆さんね、再放送とか、ね、続いたんですけども、お聞きいただき、お付き合いいただきありがとうございました。これからね、また、渡辺夫婦の二人ごと再出発ね、していきたいと思います。はい。というわけで、一発目のテーマ。今日はね、SNS 断捨離の話ね、過去にもしていたと思うんですけど、あれがちょっとアップグレードしまして、まあ、最近ユミさんがね、またいろんなもん断捨離してると、スマホすら断捨離したっていうトピックスがありまして、それをねお話ししたいと思います。で、メインのトピックの前にちょっとレターね一通ご紹介したいと思うので、読み上げます。はい、カピバラさん、いつもありがとうございます。ありがとうございます。こんにちは、いつも楽しく拝聴しています。元気をくれるお二人のラジオが大好きです。突然つかぬことをお聞きしますが、大輝さん、由美さんがちょっとへこんだり落ち込むことがあった時、どんなことをされていますか？抜け出すための考え方ややっていることがあれば教えていただきたいです。というのも、先日あるラジオ放送でへこんだ時につぶやくとちょっと元気になれる言葉として、楽しませてくれるじゃねえか、まだやれることがあるなどが紹介されていて、これが実践してみると本当に立ち直りが早くなった気がしています。夫に話すと、なるほどそうきたか、なんかもいいよねなんて盛り上がりました。大きなショックや悲しみには効果はないかもしれませんが、日常のちょっとしたことに対してやっていることがあれば、渡辺夫婦さん、鍋友さんのご意見聞いてみたいと思いました。ありがとうございます、すごいなんか可愛らしいレター。いや、面白いよね、これね、これさ、もうぜひポジティブマンの大君に聞きたいねんけど、なんかこういう風に考えたりすんの？いや、あんまね、なんか意識的にこう言葉を唱えるっていうのはないけど、この考え方すごい共感する。あ、なんかうわ最悪やとかさ、うわもうほんまもう最悪最悪って、まあ最悪最悪が口癖のようになってる人とかもいるやんか。いるいるやん、もう最悪最悪みたいな、
やっぱね、最悪言い過ぎたらほんまに最悪なると思うよ。うん、それはそう思うね。でもその最悪な状況を楽しませてくれるじゃねえかとかまだまだやれることあるぜとかね、うん、そうきたかみたいな、なんかそのうーん負の側面じゃなくてこうね、それをまた楽しむというかエネルギーにするというか、うん、なんかそういう言葉を唱えるとやっぱ気持ちもそっちに引っ張られて、まあ、人生さ何でもこう、まあ、Y 的にはね何でもこう経験というか、まあ、その起こった出来事をどう捉えるかは自分次第やと思ってるんで、うん、だそういう意味ではあのこういう言葉ってすごいいいなって思う。だから Y がやってるっていう意味ではなんか Y よく言うと思うんだけどさ、まあ人生なんか笑ったもん勝ちみたいなさ、なんか言わへん、あんま知らんあんま知らんあんま知らん、なんかあのこんないろいろあってもさ、うん、これをこう糧にさ、あれがあったから今の、あ、それはめっちゃ言う、あ、そうそう、 あの出来事があったから今の自分がいるんやって思えたらもう勝ちなんよ、うんうん、どんだけ楽しいことでも辛いことでも、まあだから例えばワイラーで言うと、まあなんやろな、そのベトナムでさうまくいかんかったっていう経験あったやん、うん、でもあれがあったから日本帰ってきて日本一周出発するきっかけになったしとか、そうやな、だからあの時はまあそれはね最悪な出来事やったかもしれんけど、まあ、それをこうどうねポジティブに捉えるか次第で、まあ、楽しいよね今後の人生。ああもうあの時もベトナム最悪やった最悪やったって一生言い続けてこうおじいちゃんおばあちゃんになるよりも、うん、まあああいう時もあったよね、あれがあるから今のわしらがおるよねってそうねそうね、そういう感じだ、そういう言葉はよくあの言うようにしてるかも、うんうん、っていう感じですね。なるほどですね。私はねなんか、まあ、そこまで壮大じゃなくてちょっとへこんだ時の話ね、うん、例えばさ、ほんでちょっとへこんだ時ってなんやろなって思ってなんか考えててんけどあんま出てけへんくてさ、パッと、ああなんか最近へこんだことあったか分からへんけど、まあなんかちょっと気分が落ち込むとか、なんか人と比較して嫌な気持ちになったとかさ、なんか嫉妬した怒ったとかさ、ああまあなんかいろんな感情があった時、最近思ってんのはん？でもこれは私死ぬ間際この出来事思い出すかなって考えるようにしてる。ああ、なるほどね、うん、で多分死ぬ時に思い出すのは、あ楽しかったな、チェリタン可愛かったな、こんなお友達いたな、大君ありがとう、さよならさよならやと思うねやんかすごいなんか幸せな死に方してんな、なんか、うん、イメージワイはこうやって死ぬから、イメージな、うん、そう、例えばさ、まあ、なんか1万円札落としたとかあったとするやん、もうほんま最悪やん、最悪やな、もうその時は最悪やで、そう、もう1万円で焼肉も行けたのに、わあ最悪って思うかもしれんけど、それ死ぬ時絶対思い出さへんぐらい些細などうでもいいことやから、まあ、多分そうなるだろうな、そう、なんかそう考えるともう大抵のことってめちゃくちゃどうでもいいんやって思うようになったかなそうやな、確かにな、うん、だもうこんなんもう死ぬ間際覚えてないよなってなると結構もうまあいいやってなれる、そうまあいいやってなるし、なんか死ぬ間際に思い出すことってさ結局日常なんよねきっと、ああもうどうでもいい、もっと意識してない日常のこと、ああなんか何かを成し遂げた経験とかじゃなくて、ああなるほどね、うん、なんかちょっと 深そうなこと言ってんな今、いや知らんけどさ、なんかちょっと恥ずかしなってきたでもきっとそうじゃない、なんか死ぬ間際にさ、しゃ YouTuber として10万人いったー、さよならそんなんも絶対考えへんよ、考えへんな、そんなんどうでもいいもんな、うん、そんなのね、もう貯金何千万したったでー、さよならそんな思わんやろな、うん、人生のもう最後の瞬間にな、うん、絶対なんか日常のこと走馬灯みたいに思い出して楽しかったってきっと言うから、うん、まあだから本当にどうでもいいよきっと、ちっちゃい悩みなんてって思うようになってる最近、おそしたらなんか立ち直り早し早し早しやな、あどうですかね、あのカピバラさんの例と僕ら二人のね、なんていうかなコツ、うん、ご紹介したいんですけど、鍋友の皆さんも、まあ、普段ねこういうこと心がけてますみたいなのがあればぜひコメント欄でシェアいただければと思います。
ちなみにさ、ちょっと話派生して大ショックの後の話ちょっとだけしていい、最後。おなんかほらだから流産2回しましたって話したやんか、うん、あの後はさすがになんかこんな風に考えられへんくて、ああどうしてたかっていうと、なんか自分でもびっくりしてんけど、ひたすら片付けに没頭してた。あ、なんかやってた時期あったな。もう1週間ぐらいどうでもいいねんけどさ、それこそ、うん、もうほんまいろんなとこのこまごましたもんの片付けに没頭してて、うん、もともと片付け好きなんやけどさ、なんかやっぱ大ショックの時って手動かして忙しくすんのがええなって思った。終わり終わり、もう終わったんや。もうちょっと広がるんか思ったけど、うん、終わり。あでもまあ そういうあれ意識的にやってたん？意識してるわけじゃないけど、なんかもう暇を作りたくなかったんな。まあいろいろ考えちゃうし、そう調べもしたりとかしちゃうし、うん、まあなんかの本に書いててさ、それからもう一体何の本やったか全然覚えてないねんけどさ、うん、あの人が亡くなったとかさ、大事な人亡くなったとかさ、一番やったあかんことがもうずっと何もせんと落ち込むことって言ってて、うんうん、もう何でもいい、もうゲームでもいいし、もうお買い物でもいいし、何でもいいからとにかく考えない時間を作った方が時間が癒してくれるからみたいな、うん、書いててさ、でもほんまにそれはそうやなって今回思った。うん、考えない時間は大事やな、うん、もう少しでもいいからね、忘れられるような時間が作れるとね、うん、うん、手を動かす、手を動かす、終わり。はい、どうでしょう、まあ、他にもねアイディアいや実践されてることあればね、ぜひ教えてください。はい、ありがとうございました。はい、というわけで、SNS やスマホの断捨離、うん、ちょっと気になる話なんですけど、このねテーマに移りたいと思います。これはレター先に読み上げたらいいですか、うん、はい、じゃあねレターいただいてたのでまず読み上げさせていただきたいと思います。ミミタブにニキビさん、こんにちは、いつも楽しく拝聴しております。SNS 断捨離についての放送を聞いて分かる分かると思うことが多く、思わずレターしてしまいました。私も SNS 断捨離を少し前にしました。理由は皆さんと一緒で疲れてしまうからです。 SNS 断捨離をする際にそこにあるつながりがなくなることに不安はありましたが、逆に SNS がないとつながらない関係なら自分にとって本当に必要な関係でないと思い切って消しました。結論、ユミさんがおっしゃる通り全く困ることはないです。むしろ目の前のことにたくさん目が行き届くようになり、夫と話したり一緒にテレビを見たりする時間もより増え、幸せをより感じるようになりました。 SNS 疲れしてしまった方には声を大にして断捨離をお勧めしたいです。最後に大輝さんとユミさんの配信はとても有意義な情報や自分ならどうかなと考えながらお話を聞くことができるとても素敵なラジオで、いつも配信を楽しみにしております。寒くなってきましたので、どうかお体ご自愛ください。これからも応援しています。ありがとうございます、はい、ありがとうございます。嬉しい嬉しい。 SNS 断捨離仲間、そう、あのこの前ね、過去のワイが喋ってる放送、大君が再編集してくれて、うん、再放送していただいたラジオを受けてのレターを頂戴して、うん、あのあれはさ、でもやっぱ過去のワイが喋ってるからさ、ちょっともうワイン中で古いんよあれ。もう古いですか。もう古い。また新しくなりましたか。そうさ、あれからまた変わったから、ぜひねお話を聞いてほしいなと思うんだけどさ、もう最近は SNS どころか、うん、ちょっとシェリタンがボタンで遊び始めた。SNS どころか、もうスマホを見る時間自体めっちゃ減らすようにしてんの。で、なんでかっていうと、前も大君紹介してくれたけど、このスマホのっていう本、うんうん、読んでから、スマホも気持ち悪いって思うようになったよ。前まだ読めてないからな。ほんでさ、大君も紹介してくれててんけどさ、うん、ちょっと改めてもう一回めちゃくちゃ簡単にな、お紹介して、あスマホのってどんな話なんすかっていう話をしたいねんけど、ね、めちゃくちゃ流行った本やからね、これな、あのサムネにしてほしいね、このページ。あはいはい。でっていうことは、今多分サムネが意味わからん点の、何このつぶつぶって、はいはい、なんかいちごの種みたいなつぶつぶがあると思うんですけど、これ何かっていうと、あの本に書いてる内容でね、これまずこれは20万個点があります、うん、そんないっぱいあんねんな、
20万個って絶対嘘やね、うん、そんななさそうだけどな。ちょっと待って、ちょっと20万個ってめちゃくちゃでかいで、でかいっていうか多いで。あ、失礼しました、点が1万個書かれてました。いや、めちゃくちゃ、まあ、メモが間違えてました。めちゃくちゃ持ってるやん。点が1万個です。でこの一番最初の右上の点、これは人類の種、人類の種が20万年前に東アフリカに出現した時を表してる、うん、でそこから1世代ずつ点を積み重ねてってんねん、これ。ああ、バーって。だから人類の長さを示してる点。ああ、これがね、人類の歴史を1万個に分割しましたって感じ。そう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 、はいはいはい、でその分割した時にスマホを触ってるようになったのはどの点からかっていうのを、答えを言うと左下の一番最後の点、このチュンってこれだけなよ、スマホって。人類の歴史が始まって、まあ、1万分割した時に9999スマホのない時代を過ごして、残りの、まあ、1個分スマホがある、うん、そうってことやな。そう、はいはい、で今そんなちょっと稀有な時代を私たちは生きてるわけ。ああ、人類史からしたら、まあ、スマホがある方が珍しいな。そう、珍しい。でそれまでじゃあ人間って何してたんっていうと、まあ、この大体の多くはまあ、何百人っていう集団の中でコミュニティを作って、で、うん、みんなで狩りして生きてきてたんよ。あ、だからさ、でその時間がさ、やっぱこの点見ても分かる通り、もう圧倒的に長いねん、うん、もうどう考えてもそれがめちゃくちゃ占めてんねん、人類の。そうやな。そう、歴史において。でだからさ、普通に考えてさ、確かにって思うねんけどさ、脳はその生活に対応した作りになってんねん、そもそも。うんうん、その集団で100人ぐらいでみんなで狩りして生きていこうぜっていうのに対応してる脳やね、うんうん、だからそもそもな、この本何言ってるかっていうと、スマホに脳が対応してませんっていう本なよ。はいはいはい。このスマホ脳になりました、アホなりましたじゃなくて、スマホ脳じゃないんですっていうのを言ってる本なよ。あー、なんかスマホ脳っていうタイトル見たらなんかね、ね、なんかちょっとアホなったみたいな感じする。ゲーム脳とかな、ゲーム脳ね、なんかなんやら脳とかなんか言うもんね、揶揄する感じで言うからな。ノンノン。あ、そうじゃなくて、人類はスマホに適応した脳ではないですよ。そう、だからそう、まあそうやな。だってなんか種が進化するにしてもあまりにも短いよな。そう、あまりに短すぎて、だからあのさ、この本にも書いてんねんけどさ、あの黒クマさんがさ、あの食べ物を求めて北極行ったらしいねんか、うん、そしたら体が黒いからもうすぐ見つかって全然狩りできへんくて、うん、どんどん植えてってっていう長い期間を経た上で、ある時突然白クマが現れたんやって、突然変異で、うん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 、でもそれもすごい時間かかってんねん。まあそうやろな、そんななんか来年できましたとか話しちゃうやろな。せやからスマホもこんな急に出てきたやつに対応できるわけなくって、脳が、うん、でちょっと話なずれんねんけど、だから SNS とかまずやってはる方でさ、もう私も昔そうやってんけどさ、てか今もそうなんやけど、他人にどう思われてるか気にしちゃうんですとかさ、うん、なんか他人の生活すごい気になって、でも見なくていいのに見て落ち込んじゃうんですっていう人おるやんか、うんうん、でそれはなんか自分の心が弱いとか、他人と比較しちゃう私がダメって思いがちやけど、本当はそうじゃなくって、もうそれは長い歴史から見ると本能なんやって、うん、でなんでかっていうと、集団で私らは生きてたから、他の人のことが気になって当然やし、他の人が自分のことをどう思ってるかを分かってないと、もう一人だけ自己中心的な行動して干されるかもしれへんから。いや、それはだってね、そんな物も豊かじゃない、そうそう、明日の食料をこう狩りとかでね取ってた時代に、そんななんか嫌なやつとかね、そう、役立たずとかやったら怖いよね、自分の命も危ないよね。そうそう、せやからなんか SNS とかで私こんな生活してますって出すのも、私はこれだけ価値のある人間なんです、だから干さないでっていう、うん、あれは本能なよ、うん、せやからなんか、あ、私も人と比較しちゃう、もう人としてダメだわって思わんで大丈夫、なぜならもうそれは人間だから。ああ、
人間だものもうそういうそういう脳の作りしてるからしゃあない。そうしゃあない。むしろ SNS を使えなんていう言い方してんかな、使うのが悪いって意味じゃなくて、まあ、SNS を使うともう当然出てくる反応みたいな感じ。そう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 、そうなんよ。ああその通り。だからまずそこは気にしんでいいよっていうのと、あとこれもちょっと話ずれんねんけどさ、今って一つのことにさめちゃくちゃ集中できる人がすごいみたいな感じのあるん分かる、うん、例えばさあのクラス、小学校の時のクラスとかでさ、うん、勉強できるやつが素晴らしくて、でなんかもう全然授業も集中して聞かれへんやつはなんかちょっと先生から注意されるとかさ。あ、まあ注意されるな、集中力ないですみたいなね。そう、あと大人でもさ最近大人の ADHD とかなんかよく聞くやん、うんうん、とにかくだから一つのことに集中できへん人って今はあんまり良くないってされてるし、そういう名前もついてるぐらいやからさ、なんかもうどうにか直しましょうみたいな感じの風潮あるけど、うん、昔この長い歴史を見ると実はその一つのことに集中できひんっていう人の方が人間としては優れてんねん優れてますか。なんでかっていうとさ、その狩りして生活してる時にな、一つのことに夢中になってたらさ背後から動物に襲われて死ぬかもしれへんやん。そうやな。そうだからいろんなとこに気散ってる人の方が生き延びられたよ。ああ、うんうんうん。でその名残が残ってんのがそういうことなの。一つのことに集中できひんっていう特徴を持ってる人がいる。まあだから集団の中にはそういう人も必要やんな。なんか何人かで狩りに行った時にさ全員さ目の前のなんか鹿に集中して横のクマ、あそうよダメよダメよじゃなくて一人とか二人とかまあ全員でもいいけどさ、うん、こう、うん、周りにこう敏感に反応する人がいたらあクマ来てるぞって言えるもんな。そうそうそう、なんかそういう優れた人が大事やったのに急にこの現代になってそれはあかんって言われだしてんのよ。あだからでその急に現代になって他人の目を気にしないと生きていけなかったのに他人の目を気にするやつはちょっとみたいな風にも言われ始めてたりとか。うんだからなんか今までのさ人間の生き方を知らんかったらさあなんか私ってダメなやつってさ思いがちやけど、うん、本当はそうじゃなくってこういう歴史があったからそういう脳をしてるんですよっていうのがすっごい面白かったよこの本。あ全然もうスマホとなんか関係あるようなないようなっていう話やな。そうそう今はそうね、だからそういう話が書いてる本なんやな。あそう意外とねスマホがどうでこうでみたいなばっかりじゃなくてね、うん、まあせやからな。だからまあその人間の脳って昔に対応してるって言うたからさスマホもやっぱりなんかその画面を触ってるだけやと本を読んでるとか積み木をしてるとかなんかそういうのをやっぱ脳はちゃんと理解してないらしいんよ。おちっちゃい子がさ最近なんかパズルとかで積み木遊びしててで積み木遊びってさちっちゃい頃にすると空間認知能力が上がったりとかさ、うんうんうん、するやん。なんかジャングルジムで遊んだりとか、うん、そうであれはなんでかっていうともう手で触ってこうリアルに触ってるっていうのも脳の信号に行って、うん、これはここに置くとこうなるんやっていうのをどんどん学んでいくらしいねんか、うん、それをスマホでやると画面上だけやから違うんやって実際の積み木をやる効果と。うーんまあ空間的な認知はまあできひんよな平面やしな、うん、その平面を頭の中で補って立体的に認識してやけどまあ確かになんかそれが普通の積み木と一緒かって言われるとなんか違いそうやな。そうそう、あと本を読むこととかもやっぱ紙の質感を触って読むことと、うん、スマホを見ながら読むことでは違うらしい。受け取る情報は一緒でもなんか体験としては違うよね、うん、確かにね。ごめんなんかちょっと話それてんけどさ、うん、まあとにかくなんかそういう感じで、あスマホの脳に確かに私の脳絶対対応してないっていうのをだんだん思い始めたよこの本読みは読んでてっていうのと、あなんか自分責めんでいいんやっていうのも知ってでこっからがちょっと本題なんやけどな、うん、ようやく本題ありますね。本題ね来ました。そうなんか集中力の話があって一つ、うん、
人間って一つのことに集中するのって実はめちゃくちゃエネルギーがいるらしいねやんか、うん、で、マルチタスクができる人っているやん、うん、で私も昔っていうかもうほんまつい半年前ぐらいまでそうやと思ってたけどさ、音楽を聴きながらバンバン仕事できますとかさ、うん、いやいやこのラジオ聴きながら私仕事しても何の効率も落ちませんとか、うん、あるやんか。で私も絶対効率なんか落ちてないと思っててんけど、なんかこの本曰く実際その実験をしてみたらしいね、マルチタスクを得意としてる人とそうじゃない人の実験で、そしたらマルチタスクが得意って言ってた人の集中力ボロボロやってんて実験の結果がそうなんやったらやっぱそうなんやろな。そう、全然できてなかったらしくて、僕はマルチタスク何か聞きながらの方がはかどるんですって思ってても、実際結果としてはできてない、集中できてないっていうことやんな。そう、集中できてない、うん、すごい遅いんやって作業が、うん、でそのやっぱ音楽聞きながら仕事をしてると同時にできてるかと思いきや、脳の中で何が起きてるかっていうと 0.1 コンマあたりぐらいの速さで音楽仕事音楽仕事って切り替えてるらしいね。音楽仕事音楽仕事音楽仕事もうそんなそんなスピードちゃうで。いやそれは集中できひんわ。えそんな切り替えてんの？プルルルみたいな。そう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 。音楽仕事音楽仕事プルルルって。プルって。忙しいなそれ。めっちゃ疲れそうやな。そう切り替えてるらしくってさ、そりゃ作業効率落ちるわって思って、そっから私ながら作業やんのやめてやんか。でその話の延長に、で例えばじゃあスマホを今仕事のするときに見えるとこに置いておくとか、ポケットに入ってる状態で仕事するとするやんか、うん、そしたらそれも同じことが起きてるらしくって、で何かっていうと、仕事しながらスマホ見たあかん、仕事スマホ見たあかん、仕事スマホ見たあかん、プルルルルってなってるらしいでやんか。見たあかん仕事ってなるのか。あ別に通知が来たとか画面光ったとかじゃなくて、じゃなくてもうスマホを意識せんとこっていう集中が働いてるらしいね。あなんでかっていうと、スマホを触るのってもう脳にとってすごい気持ちよくって、もう薬物みたいなもん、うん、もうそれこそパチンコみたいな、うん、触れば触るほどなんか気持ちいいっていうドーパミンっていうね、うん、ものがバンバン出んねんけど、でそれを抑えんのに集中がいいねん、うん、だからそのマナーモードにして置いてるだけでももうあかんねんて、もうそこに意識がいってんねん。意識してなくてもいってるというか、そうね、別にあスマホ見たらあかんとかいちいち言語化せえへんけど、そう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 、脳内ではそういうことが起きてる。そう、脳内ですごい葛藤しながら仕事をしてるっていうことが書いててさ、えそうやばいやんって思ったよ。確かにそれ嫌やんって思って、まあ、とにかくだからなんかな、そうまとめするとこのスマホのを読んで、あのスマホに脳が対応してないからなんかワイの脳かわいそうって思ったんとかわいそうあとなんかもうスマホって全てバーチャルやん、なんか嫌やなって思い始めたんと、うん、例えばもう何かをするときにそんななんかスマホ触ったあかんって思いながらすんの嫌や、スマホ気持ち悪いって思い出して、うんうん、なんで私が何したかっていうと、もうねまず最近はスマホをずっと1階の部屋に置いてんねん、うん、で1階の部屋置いたまんま2階に上がって仕事して、でお昼にちょっと確認してっていう感じで、夜もご飯食べ終わった後だからだいたい9時以降はもうスマホ全く見てないね。もうなんか別室置いてるよね。そう、もうなんかマナーモードにしてそこに置いておくっていうのもあかんって知ったから、うん、もう別室に置いてんねやんか、うん、で最初はさなんか飽きになるとか思っててんけどさ、これがなもうまあよかってよかった、めっちゃよくて、もうスマホ自体を触らへん生活で、何がよかったかっていうとさ4つあんねんけどさ、おまず1個目これマジびっくりすんねんけどな、不眠が治ってん。あはいはいはい、マジでって思うねんけどさ、ちょっと不眠気味やったもんな。そう私結構なんかいつも不眠気味で、でなんかストレスとかあるともう余計寝られへんみたいなことがあんねんけどさ、このスマホ脳の人ってな、多分精神科医やったかな、精神科医の人なんよ、うん、書いた人がね。そう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 、で
この人のとこにもやっぱなんか最近寝れませんっていう若者がいっぱい来るんやって、うん、で普通のお医者さんやったらさ、じゃあ睡眠薬出しましょうかって言って終わりなんやけどさ、うん、この人はまずそれをやることはないって言ってて、ああで自分がアドバイスすることは1週間に何回か適度な運動することと寝る前にスマホを触るのをやめなさいっていうのをまず言うって、うん、でそれをやっても改善せえへん場合だけ薬を出しますって言ってるらしいねんか、うん、まずそこなんやなアプローチとしては。そうまずそこらしくってほんまかいなと思って、私もなんかスマホの明かりってな、もうお昼に青空から出てるライトと一緒なんやって、あれなんかブルーライトとか言ったりするな。あそうそう、うん、せやからあれを浴びると脳はあ昼かよってなるらしくってだから起きるんやって。ああほんでそれ読んで、あそうかそうかと思って、だからもう9時以降見えひんようにしたら、いつも眠りにさつくまでめっちゃ時間かかってたのにさ、すやーなんよほんまにこれはちょっとやってみる価値あるんちゃうかな。えマジすやーでわいが一番びっくりしたもん。ああえマジでってめっちゃ寝れるやん私、30代になったら寝られへんって聞いてたのに、なんかもうこの前も12時間寝たしどういうこといやそれは寝すぎちゃうかよってああとにかくそう不眠が治ったっていうのはほんまに驚きやったからね。これ寝るもう1時間前とか言わず、もう 2,3 時間前からちょっと眠ようにしてみてほしい。もう別室置いちゃう、別室でいい、うん、もうあかん、同じとこあったらもうブーとか言ったらもう見ちゃう絶対。あーブーはあかんな、ブーはやばい、うん、飽きたとか思っちゃうもんね、うん、そう。なんでそれがな驚きのやつ一つと、二、うん、つ目やっぱり仕事とかがマジ邪魔されへんくなった。あーはいはい、もう集中力が段違いやな、うん、それも最高っていうのと、あとこれ3と4似てんねんけどさ、まあ似てるからもう一緒にしようか。おうなんか目の前のことをちゃんと味わえるようになった。はいはいはい、てか味わうことって大事やなって思ったよ、うん、例えば本読むときもやっぱ紙が好きやしさ、うん、何かを書くことメモするときも紙の方が定着がいいなとは前から思っててんけど、うんうん、でもやっぱりそうやったよ、うん、なんかリアルでこう触んのっていいなって思い始めて、うん、だからこそなんか目の前のことをもっとこうながらじゃなくて楽しまなあかんなっていう風に変わったよ考えが。なので最近渡辺家はご飯食べる前もぐもぐタイムっていうのを導入してて。カーリング女子やんそれあの中間のもぐもぐタイムじゃなくて、うちはもう前半一番最初、うん、超初っ端一番最初もぐもぐタイムで、それ試合始まる前に食べてこいよって話試合ちゃう試合ちゃう試合ちゃう。あそうやな、もぐもぐタイムとは何ですか。あのご飯を食べるときに最初の5分間はスマホも触らない、テレビも見ない、うん、でもちゃんとご飯を味わうかつ会話も楽しむっていう5分間やね、うん、でなんでそれを導入したかっていうとさ、なんか前から思っててんけど、テレビ見ながらとか食べるとさ、なんかあんま味わえてなくない？うん、まあご飯よりまあ我らの場合映画見ながらね、そうそうご飯食べてるけど、もうはいじゃあ映画つけてはいいただきますってなるから、これ美味しいなとかこれどうやなっていう、あんまりご飯の会話は少ないしな。そう、まあなんかあこれ美味しいぐらい言うけどさなんかそれも映画ご飯映画ご飯、まあ、そうやなってなってるやんか。なってるよな。それがなんかもったいなく思っちゃってさ、うん、せっかくご飯美味しいのに、うん、だから集中したいなって思ってそのもぐもぐを入れ出してんけど、うん、でなんで5分かっていうと、多分5分じゃないと飽きちゃうねんご飯食べてる時もテレビ見ませんやと、まあちょっとなんかつまらなくなりそうやなと思って。いやまあまあ我らの場合だから映画見る時間がそのご飯の時ってなってて、 その時に映画見れるのも楽しみやから、見ないよりはまあ見たいなっていう気持ちもあるからな。でもご飯を味わいたい、あそうかじゃあ5分だけ味わおうって思って、うん、ながらでご飯食べるんじゃなくてご飯に集中する。そうご飯に集中する、すごくいい。だからそれも聞いた、そのなんか今何この放送でさ、このスマホ脳のユミの感想はこうまとまって聞いてんけどさ、それまでにも断片的にいろいろ教えてもらってたやん、うんうん、だそのスマホとかも食卓に置かんようにはしてる。あそう、そうありがとう、視界に入るやん。そうやね、スマホね食卓に置く人多いと思うね多分、うんうん、私は昔そうやった、置いたまんま食べる、別に見えひんけどね、うん、でもやっぱ視界に入ってると、あスマホ
ご飯スマホご飯ってなるって聞いたから、うん、まあな全然見えへんとこ置こうかって見えへんとこ置いたりとか、あとこの前あのコンサート聞きに行ったやん、うん、であれもさスマホとかさ、まあ電源オフにしてくださいとかってするけどさ、うん、あの今までやったらもしかしたらポケット入れてたかもしれん、オフにして、でもポケットに入れてると静かに聞いてるはずやのに、うん、ポケットのスマホの感触をこう何て言うの、あスマホここにあるな、右のポケットあるよな、コンサートあるよなコンサート何も来てないなコンサートみたいな、プルルルって無意識で鳴ってるとしたらやっぱもったいないなと思って、せっかく、おー素晴らしい、ね、だからもうカバンに入れた、素敵やん、そうな、てか Y の話だけでそんなに変えてくれてたんや、あまあまあ意識的に、まあ、Y そんななんか夜中もう別室置きますまではまだしてないねんけど、うん、で今もここにあるし、まあ私も今メモ読みながらやからまああんねんけど、うん、まあ、あのできる範囲であんまりこうなんていうの、いつもなんかポケット入れっぱなしとか食卓置きっぱなしみたいなはしないようにちょっと意識的に見えへんようにしたりとかはしてる、うん、いいじゃないですか、なんかあんまりぐさっと刺さってる本じゃなかったんけどさ、この30歳から始めるミニマルライフっていう本あってな、うん、これのさどっかにさなんかスマホを触る時間減らしましたみたいな書いてた気すんねやんか、もうこれ2年前ぐらいに読んでるからちょっと記憶定かじゃないねんけど、でそうしたら何が起きたかっていうと、目の前のことって全部楽しむだけの価値があるっていうことに気づいたみたいなこと書かれててさ、なんかそれの意味が2年越しにようやく分かって、同じこと聞いても刺さるときと刺さらんときあるからな、あそう正直2年前はおーまあへーそうなんやんみたいな、まあ、私は無理便利やしなみたいな、そうそうな、そうやってなかなか素直に聞けないときってあるよねって思ってたけど、今はほんまそう思う、なんかお風呂入るときとかもご飯食べるときとかも本読むときとかも仕事するときとかも全部集中するだけの価値がある、外遊ぶときとかも片手にスマホ触りながらおもちゃがピョンピョンしたあかんで、あれそらあかんな、うん、タソもなんかあれええー、みたいな顔するからな、タソもなんか集中できひんからなそうまあそやな、なんかスマホはもうほんまどこ行くにしても持っていっちゃうけどな、まあそれをあえてまあ、話してみたり自分でコントロールすることやな、そうなんでもさ、もうね、あのあわよくばスマホもう手放したいぐらいなの、私どうすんのそれね、いける、そうどうしようかねもうめちゃくちゃ制限かけたら、そうやね、てかもう楽々本でいいじゃんいやほんまその勢いやわ、 LINE はしたいか、 LINE はねいる、やっぱ仕事でいたりとかするから LINE いる、えでもあとまあでもスケジュールも Google カレンダーか、うん、でもなんか Google マップもよく使うし、使ってる、写真も撮りたいし、撮りたい、それスマホやないかスマホそれスマホやないかそれスマホやないか、それはスマホやなやっぱり便利やからな、うん、まあなんやかんやだから使ってるんやろうけど、まあもう家の中ではずっと1階に置いておくって感じやな、まあなあ、その不便な生活をあえてするまでもないかなという気はするけど、だから付き合い方やなと思うが、もしかしたら1年後2年後にもうスマホをもう手放しましたとか言ってるかもしれない、すげえすごいね、その場合どういう感じなんやろ、もうちょっとなしって考えられへんからね、これそうやね、どうしてんやろね、まあないならないで生活すんやろうけどな、だからそれはもうなくしてみないとわからんかもね、今は絶対無理やと思ってるけど、なかったらなかったでいけたりして、うん、いけるよ、だってもともとない生活してて、いやそうやんな、もともとないもんな、うん、マンモス借りに行こう生活をもう、うん、元戻そう元戻そうかっていうお話でした、ね、SNS 断捨離スマホ断捨離、いやもうほんまにスマホね、あのとにかく不眠で悩んでる人は一回やってみてほしい、あそれは一個きっかけかもね、うん、うん、すごい良くなるから、なんかその寝る前見ないとかね、食事中見ない、まあ見ないだけじゃなくてそのもう見えないところにねやっちゃうとか、なんかそういうなんか細かい小さな工夫から始められると思うからね、うん、うん、スマホ捨てますとかはねちょっと勇気いるとは思うねんけど、そうやな、うん、まあでもそういうとこから多分変わっていくんやろな、
ていうお話でした。ありがとうございました。ご清聴ありがとうございました。ありがとうございました話せました。はいはいはい、じゃあもう以上かな。はい、ね、今回も最後までお聞きいただきありがとうございました。この放送への、ね、感想、コメント、いいね、あとレターね、お待ちしております。それではまた次回以降の放送でお会いしましょう。ほな。